さあここからは引き出しの中のラブレターをお届けいたします。引き続き島野さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。このコーナーではリスナーの皆さんから伝えたくても伝えられない引き出しの中にそっとしまってしまった大切な思いをお手紙という形で番組までお寄せいただき、それをピアノの BGM 付きの、語りとそれから、曲をつけた歌の手紙ソングレターにしてラジオの電波でお届けするそんなコーナーになっております。このコーナーもですね、はい、もう4ヶ月目となっておりますけれども、いろいろな、お手紙を扱ってまいりましたが、先週のお手紙はまたちょっと新しい形でですね、はい、そうでしたね、はい、ラジオネームラーメン大魔王さんからいただいたお手紙だったんですけれども、はい、ワンちゃんに対して書いた手紙を曲にさせていただいたという形でしたね。はい、まあ、そのワンちゃんは残念ながらこう亡くなってしまったんですけれども、まあ、一緒に過ごした3年間の楽しかった思い出であるとか、そのワンちゃんが実は夫婦の危機も乗り越える大きなきっかけを作ってくれたっていう、まあ、そんな飼い主である方から の、はい、あの感謝の気持ちでね、綴られたとっても素敵なお手紙だったなと思いますけれども、いいお話ですよね。でしたね。先週お聞きいただいて島野さんはいかがでしたか。はい、まあ、ペットというとあれなんですけれども、家族ですよね。そうですよね、はい、家族の一員ですね。そうですね、ワンちゃんも家族の一員 で、 まあ、たまたまね、はい、かわいそうなワンちゃんを二人で育てて、はい、でもう命はねもう短かったんだけれども最後までねこう見届けたとい う、はい、でそれをきっかけにご夫婦の仲も、はい、まあ、なんかまた ね、なんか最後それを見届けて安心して天国に行ったみたいな、ね、描写がありましたよ ね、 そうですね。やっぱりこう、ね、家族の一員だったんだなという感じですよ ね、 ね、ワンちゃんもそれを見て安心して旅立ったって感じですよね。はい、そうですね、はい、まあ、ペットといいますか、その家族の一員として、ペットを飼っていたことは島野さんはありますか。はい、ね、うん、うちは猫ちゃん派でね。あ、そうなんですね。はい、猫を飼ってたんですね。その猫ちゃんは、うん、まあ、捨て猫っていうか野良猫ちゃんだったんですね。はい、でもね、まだ生まれて間もない頃、やっとよちよち歩きという感じの猫ちゃんが、はい、うちの子の中に入ってきたんですよね。それで最初はこう迷ってたので、うん、ちょっとあんまりこう近づかないようにしてたんですね。はいはい、でも何回も何回もこううちの門の中に入ってきて、うん、だん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 愛着が湧いて、でその頃娘は大学生でね、はい、こう大学に行くのに、うん、こうバス停に行くんですね。はい、そうするとちょこ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 追いかけてきて、ついていくんですね。そうなんです。それでもう今度来たら買おうね、うん、って言って、そしたらまた来たのでねもう本当に可愛くなってしまって、なんかすごく情景が浮かびますね。はい、本当に可愛い小さな猫だったんですけれど、まあね、その後ねちょっと残念な結果にはなってしまったんですけど、はい、まあ、ペットとはね突然の別れっていうのを経験された方も ねたくさんいらっしゃると思うので、はい、うちなんかはですね、まあ、犬を、実家 で、ね、そうですか、飼ってまして、はい、でうちの犬はですね、まあ、シェルティシェットランドシープドドッグもいたし、あとミニチュアダックスフントもいたんですけれども、はい、いずれも名前がテリーっていうですねこう襲名制になってまして、毎回テリーなんですけれども、はい、まあ、一番直近ではミニチュアダックスフントのテリーがね、はい、まあ、もう亡くなってしまったんですけれども、 でも5歳になる息子がね実家に行った時に、テリーちゃんどこいるのって、こう写真とかにはいるのにいないのがなんで、っていう質問をねしてくれて、まあ、ちょっとね両親とね、あ、なんかそういうキュンとしたなんかね気持ちになったことがありましたけれども、はい、はい、でもこれをお聞きの皆さんもですね、大切な愛犬とか、猫ちゃんとかですね、いろんなエピソードをきっと曲を通して思い出していただけたんではないかなと思います。はい、さあそこでは1曲、それではですね1曲ちょっとここで、お送りしたいんですけれども、吉田山田さんの曲でですね、これ、はい、愛犬への思いを歌う泣ける歌というふうに結構ネットでも話題になった曲でございます。吉田山田で赤い首輪。はい、吉田山田で赤い首輪をお届けいたしました。
さあここからはですね、今週のお手紙をご紹介してまいりましょう。今日はですね、実は番組宛てに寄せられた手紙ではないんですけれども、ある本の中に書かれているお手紙をその本の著者の方に、まあ、許可をいただいて、はい、本日披露させていただこうと思っております。その本というのがですね、2006年に大和書房さんから出版されました、ギフト君に贈る豊かさの知恵という本で、まあ、現在はKindle で電子書籍でも読める形になっているんですけれども、はい、この著者というのがですね、感動プロデューサーの平野秀則さんという方です。はい、この方はですね、まあ、実は僕は10年以上お世話になっている、まあ、僕のメンターのような方で、実は結婚式の時、埼玉グランドホテル深谷で私結婚式挙げたんですけれども、まあ、その時の乾杯のご発声もこの方にお願いしたということでね、はい、まあ、島野さんはグランドホテル深谷でよく司会の、お仕事されてましたので、はい、ちょっとニアミスしていたわけなんですけれども、私さんの結婚式の時にも、私は別の披露宴会場に入っていたので、はいはい、この方にね、そうですね、当日ね、すれ違ってたかもしれないですね。はい、でこの感動プロデューサーというお仕事は、感動を生み出す人を生み出すというお仕事で、もともと企業のマーケティングの仕事をしながら演劇の舞台役者の活動もされて、二足のわらじで活躍されてた方なんですね。はい、で演劇とビジネスを融合させると、人の人生や仕事がものすごくこう、ね、劇的に良くなっていくということを、まあ、世の中に伝えるために、感動プロデューサーというお仕事を自ら作って、活動されて、本ももう10冊以上作家として活躍し、まあ、全国をセミナーされたりとかしている方なんですね。はいはい、でこの本というのが面白くてですね、実はビジネス書というカテゴリーに入るものなんですけれども、まあその時の息子さんはまだお子さんだったんですけれども、息子が20歳の誕生日を超えた時にですね、父からこう伝えたいメッセージを息子に向けて書いた一人のための本がビジネス書として出版されたという内容なんですね。はい、ですから父から息子に伝えたいメッセージをまとめたら一冊の本になったと。いうね、とっても素敵な本だと思うんですね。はい、で、この方はたった一人のために本を書かれたわけなんですけれども、まあ、私はソングレターといってたった一人のために曲を送るという活動をしてましたので、出会った時にいや同じことやってますねという話になり、で話を進めたら実は同じ大学の出身だということが分かり、そうですか。はい、で、まあ、ある本のこう本一冊分の曲を作ってくれませんかって言われたんですけど、そんなのできるかなと思ったんですけど、まあ、大学の先輩に言われたことははいかイエスしかないなということでですね、そういうことからご縁が続き10年以上のお付き合いになっているという形でございます。はい、さあそんな、平野秀則さんという方がですね、ご自身で会社を起こして、スタート活動された時に書かれたお手紙でもあります。はい、ではそのお手紙をですね、ここからは、即興の BGM を私弾きますので、それに合わせて島野さんに朗読していただきます。はい、わかりました。秋晴れの空に10月1日快晴。今日は最高の運動会でした。君は5年連続のリレーの選手に選ばれ、始まる前からとても誇らしげでした。自信があったのでしょう。2位でバトンをもらった君は見事前の選手を追い抜き1位になりました。父は嬉しくて顔が笑顔ではち切れそうになりました。嬉しそうな君と笑顔の私は校庭でお互いに自然に近づきました。何気なく交わしたハイタッチの音は秋晴れの空に吸い込まれて行きました。今日は父にとっても、
記念すべき日でもありました。昨日で長年勤めた会社を退職し、自分の会社の代表取締役になった最初の日ですから、小さな会社ですが、たくさんの人に幸せと感動を届ける仕事を思いっきりやれそうです。自分が心からやりたいことを職業にすることを決断し、仕事を心から楽しみ、頑張る父の笑顔を、行動を、背中をずっと見ていてください。それが私が君にしてあげられることの一つです。はい、それでは今読み上げていただいたお手紙を歌の手紙ソングレターでお届けいたします。秋晴れの空に。秋晴れの空を見上げると、いつも思い出すことがある。君はその日運動会のリレーの選手に選ばれて、自信いっぱい誇らしげに2位のバトンを受け取って、見事前の選手を抜いて1位でゴールを駆け抜けた。父はそれが嬉しくて、顔が笑顔で弾きれそうで、喜ぶ君とハイタッチしたその音は、秋晴れの空に吸い込まれていた。父にとって会社を辞めて自分の会社を始めた日、父の決意を背中を、そして行動を、これから君に見せつつ決めた。あの日君が父に最高の笑顔をくれたように、たくさんの人に幸せと感動届けてゆきます。あの日から何気持ちを、秋晴れの空を見上げて思い出す今日。
秋晴れの空にという、平野秀則さんのお手紙を曲で披露させていただきました。はい、今日ちょうどね今日の快晴の空のような、はい、今日のね、このような空だったんじゃないかなと思いますね。はい、この平野秀則さんという方はですね、まあ、こういう音楽に合わせて朗読をするというこのスタイル、この引き出しの中のラブレターのスタイルは実はこの方とお仕事をご一緒する中で生まれていったスタイルですので、はい、そうですか。このお手紙をね今日はできて私もすごく嬉しいです、はい、ちなみにこの平野秀則さんがですね、その感動を設計するための方法をこうシェアしているオンラインサロンがありまして、はい、オンライン感動塾というもの、日常に100万回のハッピーエンドを生み出すサロンというのがありますので、気になった方はぜひそちらもですね、調べていただけたらと思います。引き出しの中のラブレターでは、皆さんからのお手紙ですね、はい、それを、音楽の力を借りて、そして、ラジオの電波に乗せて大切なメッセージとして、お届けするお手伝いをこれからもしていきたいと思います、はい、ぜひぜひね、はい、あのメッセージお便りいただきたいですね、はい、そうですね、今日のお便りに対する感想なども募集しております、以上引き出しの中のラブレターでした。